愛しい我が君、気高く麗しい悪の花、あなたこそが世界で一番美しい。鏡よ鏡、教えておくれ、この世で一番。闇の鏡に導かれし者よ、汝の心の望むまま鏡に映る者の手を取るがよい。俺は先に行く。遅れたくない。後悔はないな。星をも灰にする炎、時をも封じ込める氷、空をも飲み込む大樹、闇の力を恐れるな。さあ力を示すがよい。尻尾を巻いて逃げてもいいぜ。わかった、わかった。隙だらけ。ええ、許可しよう。わからない。静か。いいぜ。いいでしょう。いただきます。私に、彼らに。
君に。残された時間は少ない。決してその手を離さぬよう。やべ、そろそろ人が来ちまうぞ。早いところ制服を。この蓋、重たいんだぞ。こうなったら、奥の手だ。ふなー、それ。さてさて、お目当ての。いやー、お前、何でも起きてるんだ。誰がタヌキじゃ。俺様はグリム様なんだぞ。まあいい、そこの人間、俺様にその服をよこすんだぞ。さもなくば丸焼きだ。こいつ待つんだぞ。俺様の鼻から逃げられると思ったか、人間め。さあ、丸焼きにされたくなかったらその服を。痛えぞ。なんだこの紐。紐ではありません。愛の鞭です。ああ、やっと見つけました。君、今年の新入生ですね。ダメじゃありませんか。勝手にゲートから出るなんて。それにまだ手なずけられていない使い魔の同伴は高速違反ですよ。話せ。俺様はこんなやつの使い魔じゃねえんだぞ。はいはい、反抗的な使い魔はみんなそう言うんです。少し静かにしていましょうね。まったく、勝手に扉を開けて出てきてしまった新入生など前代未聞です。はあ、どれだけせっかちさんなんですか。さあさあ、とっくに入学式は始まっていますよ。鏡の前へ行きましょう。あなたが目覚めた、たくさんの扉が並んでいた部屋ですよ。この学園へ入学する生徒は、すべてあの扉をくぐってこの学園へやってくるのです。通常、特殊な鍵で扉を開くまで生徒は目覚めないはずなんですが、それまでの世界に別れを告げ、新しく生まれ変わる。あの扉の衣装にはそんな思いが込められているのです。おっと、長話をしている場合ではありませんでした。早くしないと入学式が終わってしまう。さあさあ、行きますよ。おや、君まだ意識がはっきりしてないんですか。空間転移魔法の影響で記憶が混乱してるんですかね。まあいいでしょう。よくあることです。では歩きながら説明して差し上げます。私優しいので。ここはナイトレイブンカレッジ。世界中から選ばれた類まれなる才能を持つ魔法師の卵が集まる、ツイステッドワンダーランドきっての名門魔法師養成学校です。そして私は理事長よりこの学園を預かる校長、ディア・クローリーと申します。この学園に入学できるのは、闇の鏡に優秀な魔法師の資質を認められた者のみ。選ばれし者は扉を使って世界中からこの学園へ呼び寄せられる。
あなたのところにも扉を乗せた黒い馬車が迎えに来たはずです。あの黒き馬車は闇の鏡が選んだ新入生を迎えるためのもの。学園に通じる扉を運ぶ特別な馬車なのです。古来より特別な日のお迎えは馬車と相場が決まっているでしょ。さあ、入学式に行きますよ。さ、これで入学式と両分けは終わりかな。いいかい新入生たち、ハーツラビル寮では僕がルールだ。逆らう者は首をはねてやるから、そのつもりで。やっと勝ったる式が終わった。さっさと寮に戻るぞ。サバナクロー寮、ついてこい。新入生の皆さん、この度は入学おめでとうございます。皆さんが充実した学園生活を送れるよう、オクタビネル寮寮長として精一杯サポートさせていただきますよ。それにしても学園長はどこに行っちゃったのかしら。式の途中で飛び出して行っちゃったけど。職務放棄。腹でも痛めたんじゃないか。違いますよ。あ、来た。まったく、もう新入生が一人足りないので探しに行っていたんです。さあ、両分けがまだなのは君だけですよ。たぬき君は私が預かっておきますから、早く闇の鏡の前に。何時の名を告げよ。何時の魂の形は分からぬ。何ですって。この者からは魔力の波長が一切感じられない。色も形も一切の無である。よってどの寮にもふさわしくない。魔法が使えない人間を黒き馬車が迎えに行くなんてありえない。生徒選定の手違いなどこの100年ただの一度もなかったはず。一体なぜ。だったらその席俺様に譲るんだぞ。あ、待ちなさい、このタヌキ。そこの人間と違って俺様は魔法が使えるんだぞ。だから代わりに俺様を学校に入れろ。魔法ならとびっきりのを今見せてやるんだぞ。みんな捨てて。このままでは学園が火の海です。誰かあのタヌキを捕まえてください。ちっ、かったりな。あら、狩りはお得意でしょ。まるまる太った絶好のおやつじゃない。なんで俺が。てめえがやれよ。グローリー先生、お任せください。痛い気な小動物をいたぶって捕獲するという皆さんが嫌がる役目、この僕が受け負います。さすがアズール氏、内心の点数稼ぎ来ましたわ。なあ、誰か俺のケツの火消してくれてもよくね。皆さん、私の話聞いてます。はあ、狸捕まえるくらいあんたがやりゃいいだろう。先生、俺様は狸じゃねえって何度言わせるんだぞ。偉大なる魔法師になる男グリムとは俺様のことだぞ。威勢のいい小動物ですね。リドルさん、お願いできますか。違反者は見逃せないからね。さっさと済ませるとしよう。